まったくよ。どっかの誰かが絶対安牌だと思ってたバトルに負けやがるから、しわ寄せがこっちに来るぞ。とりあえず一つは買っとかねえと。一応種はまいといたけどな。どうした藤原、いつもより表情が硬いぞ。緊張してんのか。松本さん、実はさっき。そんなこと言ってたのか。ええ、どう思います。どうもこうもないさ。そんな安っぽい脅しに乗せられてたまるか。余計なことは忘れて、今は走りに集中するんだ。俺たちはバトルに勝つためにここに来てるんだからな。わかりました。俺もそう思ってました。よし、始めるぞ。スタート。ケイスケにも藤原にもアドバイスはしない。今回はあえてフリーにやらせてみる。あのエボロク、思ったより腕は確かだ。ああいう一見地味な車がダウンヒルでは得てして食わせ者なんだ。こっちだってまともなやり方でプロジェクト D のダウンヒラーをちぎれるとは思っちゃいねえ。気持ちよく走らせないことが肝だぞ。嫌な気分にさせてめげさせる。どんな人間だって暴力には弱いもんだ。それだけで集中力は乱れる。頑張るなってことさ。何も面倒なことは言っちゃいない。ただちょっとぬるく走ってくれりゃいいんだ。あとは俺が勝手に逃げるしな。ここだけの話なんだけどな、ちょっとやばいことになっちまってるぜ、お前ら全員。さっきのバトルで負けたやつがさ、ちょっと切れちまってな。悪い仲間を大勢呼び集めてんだ。それってつまりわざと負けろって言ってるんですか。そんなことは言ってねえだろ。ただ頑張るなって言ってるだけだ。俺は親切で言ってやってんだ。よく考えるんだな。近いぞ。すぐそこまで来てる。このコースではここの進入がちょっとした難所の一つなんだよな。スピード乗っけたままダラダラと曲がりながら降りてきてすぐ左だろ。直線的にブレーキングラインを描けないんだ。群馬エリア1って言われてるダウンヒラーがどう攻略するか見ものだぜ。それも ABS のない86だからな。やばい、86のブレーキングポイントが遅い。目いっぱい踏み込んであんなとこまで突っ込んでくるやつ俺見たことないぞ。一気にくっついた。くっす。わかった。藤原のブレーキング技術にギャラリーたちが驚いてるらしいぜ。当たり前だろ。プラクティスを繰り返しながら
限界ギリギリのブレーキングポイントの詰めができてるんだ。あいつにとっちゃ朝飯前のゲートさ。86のブレーキは平地ではなくダウンヒルの前のめり姿勢でのブレーキングを前提としてチューニングしている。軽量の利を生かし乗り手次第では ABS をもしのぐパフォーマンスができるんだ。立ち上がりの加速の伸びではエボロクが86を引き離すだろうが、軽量を生かした突っ込みとコーナリングで86がその差を詰めているはずだ。ついてくんじゃねえ。ムカつくぜ。そっちがその気ならあなたのことは知らねえからな。まあいい、終盤の高速セクションに入れば離れるはずだ。スピードレンジが違うんだよ、86なんかとはな。ついていける。下手じゃないけど負ける感じじゃない。要は乗り手の問題なんだ。あの時俺の前を走っていたのは親父だったからな。それに比べればブレーキングなんて全然甘い。こいつの弱点が。こいつの弱点はブレーキングだ。86がこんなに走るとは。どういうトリックか知らねえが、ムカッパラが立つぜ。下手に飛び込まれると厄介だ。この低速セクションを無難に乗り切っとかねえとな。ラインが変わった。こっちのコーナリングスピードを警戒してガードに入ったんだ。仮の話だが、エボロクが守りに入ったとしたらコーナーへの進入がタイトになっていくはずだ。エボロクのドライバーがアウトからの攻撃があると考えていないとすれば、藤原はそこを突く。あのエボロクのドライバーは決して遅いわけじゃない。特徴を一言で言うなら、ハイテクの電子デバイスをうまく引き出した走りをする。ブレーキングにおいても ABS の恩恵を巧みに使いこなしている。特別なスキルがなくてもタイヤのグリップをフルに使い切ったハイレベルのブレーキングが可能になる。しかし状況の変化に対応するプラスアルファの感性があるかどうか。そうなると各々のコーナーにアプローチする際の
ブレーキングポイントの爪が問題になる。藤原がそこをつけるかどうかが、このバトルの結果を左右する。甘い。しつこい野郎だ。あと一つ抜ければ目いっぱい開けられる高速区間へ。戦闘力ならパワーセクションで逆転できる。見てろ。こいつは行動最速の2リッターターボなんだ。非力な天6になんか負けるわけねえんだ。信じられねえ。なんて走りだ。